どうもお疲れ様でした。はい。どうもどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。えーと。<laughs> 現在の時刻は。まずは時刻からです、ね、9月1日日曜日、午前0時58分、間もなく1時深夜1時。もで,ですね。ええー、もう昨日になりますかね、講座が。<laughs> はい。<laughs> えー、スクリプトドクターの、えー、ジャンル映画とミ話マシン都市伝説第4回、最終回が。はい。 昨日、土曜日にありまして。ありまして。で、講座が終わりまして。ありまして。恒例の Q&A コーナーを。はい、Q&A が今終わった。ついさ、っき、六時から始めたのかなええ、かな確か今日6時。僕も授業が五時半まであった。授業が一、そう、一時間オーバーして、その後。時間半でで、六時から。 Q&A が6時間半、半ぐらいやってましたね。ってことですね。はい,い。お疲れ様でした。いや全然ですよ。全然、うんう。非常に面白い。ああ、よかったです。面白かったです。講座も面白かったし、Q&A もすごくいい雰囲気で。あそうでしたね。はい。うん、皆さん、チャットで盛り上がっていただきましたし。盛り上がました。よかった。かったです。質問、<や>バラエティに飛んでましたね。 そうですねいろんな質問がありました。うん、なんかこう題材がその、ね、民話とか都市伝説とか神話とか、まあ、ジャンル映画もそうですけれど何か皆さんが非常にこう自分事として捉えていた、うん、あの講座からはを受けてこう触発されて出てきた質問という感じがして。なるほど、うんはい。それに三宅さんにこう。 答えていただいてっていう感じでしたね。いや、いい。いやー、そうか、うかった,す何したことしても。ただ、ひたすら喋ってただけですけ。<laughs> <laughs> でもね、そのなんかこう、なんかな、なんですかね、そんなに疲れ、疲れ,まあ、疲れていらっしゃるとは思うんですけど、疲れない感じというか、なんか僕も今日はでもそうなんだったんですよね。なんか、まあ、聞いてるだけで感じでしたけど、うん、あまりこう、なんですかね、6時間の Q&A が、 疲れない感じがすごく今日もしたんです。面白かった。集中して聞けたのとも、はい。うん。うん、皆さんの雰囲気と流れがすごくあった感じがしましたね。うん、ああ、よかったです。よ、うん、かったです。今日はまず授業はあの最初なんですけど、はい、まあ J ホラーと A ホラーっていうことでね、アメリカのホラーとアメリカのホラーと、はい、あと、 都市伝説との関係性とかということで、大きくは切り口にまず切り口設けて、まあ4回目最終回ということで、その、まあ事前にちょっと見ていただく映像資料があったりなんかしつつ、はい、その、まあ、階段っていうものを横に置きながら、その、うん、あの、ちょっとその、なんですか、恐怖、恐怖感というかね、恐怖っていう物の, <laughs> の、恐怖の物語っていうのが、まあどういうような。 効能があるのかみたいなことから始まりいろいろな可能性をちょっと探っていく感じでしたかねその面白かったいろんな話をした気がします、ね、そういろんな話がありましたよねその階段もそうですしホラーのこともそうですしあとやっぱりそう子供の頃に、うん、そのまあ要は 恐怖っていうもののとのまあ距離感というか、ね、距離感型みたいなことですね。うん、だからそのまあその学校っていう場所が持つ意味であったりね、そのいわゆるアメリカでエルフしてる都市伝説の対象年齢と日本でた都,都市伝説の大きな土壌だと言われている学校の解散の対象年齢がまああまりにも違いすぎる。違う。すっごく面白かったです。うん。うん。そこは非常に大きいんだと思うんですよね。つまりその、うん 学校っってていいいううものが持っている意味性と言いましょうかで逆に言うとそこでその恐怖っていうものをこう、まあ、相対化していくっていうことがなかなかし,、まあ、しづらい。でそれが実を言うと多分うん、うん、僕らのキーワードでよく言う第2層っていうのを濃くしてるっていう可能性もある。危険性と言ってもいいのかもしれない。その辺の何かこう打開のヒントみたいに。 ね、なればいいなというような話もいくつかいろんな部分モチーフにちりばめながら話しましたね。呪いっていうものであったり。はいはいはい。まじないっていうものであったり。まじない。あそこ面白かったっす。うん、なんかもう、ほんとそうだなと思いましたね。そうなんですよね。うん Uh, Q&A の中にも最終的におまじないの話も出たりはしてましたけど、ええええ、どうしても可愛いい、楽しいおまじないの話をしてるときはそっちで、僕が言った話は怖い話というふうに、まあ、見えちゃいがちですけど、まあ、実は同じことなんですよね、ご質問いただいている中のお話にあったその可愛らしいまじないっていうものも、実はおぞましいとされがちなおまじないっていうものと、まあ、構造は一緒で。一緒ですよね それによって受けるその心理的影響っていうのも、ネガポジなだけで、あの、いつもの光と影。<laughs> 基本は一緒なんで、だから、ということはやっぱりそう苦しく感じるとか怖く感じるものっていうのは転じることが、まあ、可能だと思うんですよね。ストレスっていうのも、まあ、紙一重というかね、それをすごく。 あの面白いもの味方につけるということはまあできなくはないと思うんだけど筋力がやっぱり必要というか柔軟性が必要というかねその準備運動できてないと怪我しやすいっていうのと一緒でダメージはどうしても大きくなりますよねその本とか置き換えて話せばねその辺がやっぱりその恐怖感というものがまあ僕は作る側の人間なのでね普段はねそのこの授業そのちょっと何でしょう 研究者とまではいかんけど、その作り手だけども、まあ、ちょっとその、いつもとはまたちょっと違う話の切り口だとしましたけど、やっぱり、あのー、そこの恐怖の疑似体験というか、予行演習みたいなものね、うん、あんまり規制して遠ざけてしまうと、やっぱりそなかなかこの関節が硬くなりやすいというんですかね。はい,はいはいはい。うん、動けなくなってきちゃいます、ね。動けなくなっちゃう。怪我しやすくなって。えー まあ、あのもうちょっとなんかうまくね恐怖と付き合えたらうんみたいな思いもあって話してたんですけどちょっと恐怖というとね避けちゃうとかありますけれど悪いものっていうふうにどうしてもね<な>、うん、そうそうそう思っちゃうけどっていうのはありましたけどただまあ間違いなくその先にあの、うん、見える景色っていうものがあって でもっと言ってしまうとその、いわゆる自分にカメラを向けてしまいがちなものの、その先があるんですよね、やっぱりその恐怖っていうのは、その,うん、その恐怖は今、例えばこれを動画をご覧の方が、ご自分の恐怖っていうもの,のとを想像しながら聞いてくださってると思うんで、それによっては多分、すごく何を簡単に言いやがってと、うん、ものすごくこ個人個人の恐怖の捉え方で見えてる具体的なエピソードに相当な差があると思うんで。 誤解を招きやすい話を今してるんだとは思いますけども。うん,うん。出来事にフォーカスしていってるわけではなくて、あの、恐怖という感情の話をしてるんですね。そうですね内。内側のことですよ、ね。内側に起きてること、うん、だから、それは例えばちっちゃいレベルの話から大きいものまで、当然あって、それは大きいちっちゃいっていうのは、実は出来事の対象では必ずしも測れないんですよね。例えば私にとっては大したことないけど、この人にとっては大変なことだとか、あの人にとってはすごい素敵私からすると何でもないみたいなことを。 どうしても人の何かこう気にしすぎとかね気にしなすぎみたいに、はい、どうしてもジャッジしがちなわけですはい,はい,はい,、はい。でそれはどうしても目に見えるもので比較した方が分かりやすいからこんなに悲惨な目にあってんのに文句も言ってないでしょっていうのがあればこんな小さいことってそんな文句も言ってみたいな目に見えるものを計りにかけようとすると非常にこうズレが生じて。うん、うん いらぬ攻撃が始まったり攻撃してるつもりがないのに攻撃だと感じられてしまったりということが起こるけどもということでただ僕はやっぱりそのよくホラーを作ってる人たちと話をするときに恐怖という感情は慣れることができる感情だよねっていうのは共通認識としてあるんですよやっぱそれは脚本家でも監督でもだから飽きるとも言える。で でも乗り越えられるとも言えるっていうねその恐怖という感情が。どうしてもその恐怖という感情が悲しみとセットになったり苦しみとセットになったり出来事とセットになったりして語られてしまいがちなので恐怖を乗り越えるとか簡単に言うなと言われてしまいがちなんですけどもでもやはりこう慣れ親しんでいくということでその恐怖の感情をコントロールできるようになったり身近に捉えることができたり。 程よいストレスや程よい緊張感っていうものに自分に貸したり、あるいは今はいらないよってこうちょっと横に乗りいといてもらったりっていうようなことが、まあ、できるようになるものだと思うんですよ。でそそやはりその物語という形でそういうものに接していくっていうことが、こうちょっとずつちょっとずつ予行演習になるはずなんですね。だから でどうしてもやっぱりその日本の,その子供時代の恐怖担それは本来お寺道坊さんが子供を集めて怪談話をするっていうものはもうちょっと例えば周囲の山っていうものや川っていうものやすごく素敵な見方にもなるけど気をつけないと自然の力は大きいからもうすごく危険な存在にもなるってことへの緊張感っていうものも必要というのもあるけど、うん、要するに自分と世界っていうものを の関係性というかその中にいるんだっていうこと実感しやすいわけですねそのいわゆるそのお坊さんがお寺で話す怪談話というものはうん、うん、自然にまつわるものだったり異界の存在だったり自分とは違うとされているものに対する理解っていうような話になるんだけどどうも日本でその若年期に普及する接することが多いその 階段学校の階段も含めたものっていうのはとても主観的な恐怖ですよね。自分のストレスや自分の恐怖、身近なものですね。だからそとてもそれはその人生の経験とか、フィジカルにも体がまだ弱い、成長しきってない子どもにとっての負荷が大きいんじゃないかと思うんですよ。お寺で聞く話よりも。その なぜなら今日も明日も明後日もやはり学校のトイレには行かなきゃいけないし <laughs> 今週も来週も体育館には行かなきゃいけないっていうことを考えるとテストも受けなきゃいけないし仲間ともうまくやっていかなきゃいけないし目立ちすぎてもいけないし遅れすぎてもいけないし <laughs> <laughs> ちょっとちょ近すぎるかなって気がするんですねいわゆるその学校の階段と言われている都市伝説の,その持ってる恐怖感が。 そこがあのちょっとね何て言うんでしょうねあのまあ面白いんですよ物語としては面白いんだけれどもあまりにもねその,その原因が見えすぎるそのそ物語化してるけどこれはも明らかに、えー、こういう感覚がベースで出てきてそしてそれがこういうふうに変化していくっていう中にどうしてもその 学校が昔のこの授業でいうキーワードで言うとこの「村化して」ってしまうと非常にこう強いその後々続いてく例えば同じ会社組織であるとか同じグループであるとか同じ近所の付き合いだとかそういうコミュニティの振る舞い方みたいなものにものすごく影響を与える。 与えるとても大きいんだなっていうことをねやっぱこうやってこう今回アメリカの都市伝説と比較しながら見ていくとねあのいろこ見えてくるんですね、うん、その知識として子どもたちが知らなくても脈々と継承されてしまっているはいはい。虎的な恐怖虎、うん、的な恐怖ですね、うん、つまりえれてはいけないとかそのはいはい。 あのー、なんでしょうね、うん、つまり2回目にやった授業と非常に近い話になってくるわけですねどうしても異業うん、うん、異業だそう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 だ、ん、そちゃ近いだそういう意味では学校の階段と呼ばれてるものは結局一番正統派の民話の継承物なんじゃないかという気はしてくるわけですよね、うん、その村人の間で語り継がれてきたものっていうのと、まあ、ものすごい近い あの本質が。うん,う,んう,んうん。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 だから、まあ、そこに恐怖というものが、こう、根深くある。で、むしろ恐怖感ばっかりになってしまう。そうん、ねえ、そうそうだ学校の階段はあるけど、学校の、なんでしょうね、あの、ファンタジーとかね、学校の神話とかね、まあ、聞きませんか。<laughs> い <laughs> ないですね。い <laughs> 学校の階段ですもんね。階段ですからね。だから、うんうん、その辺はなんか、うん うん根が深い問題がちょっとあるよねという気は若干するんですよね。確かに、そうですよね。恐怖でしかないってことですもんね。ということになってしまうんでしょうね。そうそうそう。ってことは、やっぱ根本的にどこかで無理をしているっていうことなのではないかっていう話になる。これ、うん、すごいストレスというか。そうですね。うんうん、そう思います。だから まあ、そこがただ僕はその、まあ、90年代から2017年ぐらいまでは結構20年ぐらい続いた J ホラーブームと呼ばれてるものとちょうどキャリアがリンクしたものですからいろんなことを試すことができたわけですけれどもでもやっぱりそのアメリカのホラー慣れ親しんでいた若い頃とか見ていたアメリカのホラーっていうもののあるいは都市伝説の主人公っていう主人公性っていうものが。うんうん つまり陰か陽かといえば陽であるとその。はい、でまあ簡単に言うと陰客か陽客か,かは絶対陽だしリア充か非リア充かさリア充で和風の言い方すればね。でだからこその,あの成長端やリスクっていうものをベースに作られてるあるいはそこで消費されてるあるいはルフしているっていうのがあるのに対して非常にあの脆弱な感じがしますしその、うん、日本 年伝説の主人公の年齢性年齢ですよね、その肉体年齢とか。ただ同時にそこにそのい、いわゆるこの J ・ホラーにつながってくる主人公性っていうのが、あの陰キャであると、そのうん、で異業であるっていうで、そういう人が主人公足りえるで、そういう人があの問題の本質っていうものに気づくことができる、その向き合わなきゃいけない恐怖というものをモチーフに。 向き合わなきゃいけない、克服しなきゃいけない存在、それはいわゆる幽霊と呼ばれているものだったりするわけですけども、に気づける。でその人をもの主人公に物語を紡ぐことができる、その人を主人公に描くことができる、うん、伝えることができるものがあるっていうのは、あの結果論とはいえ、画期的な一つのジャンルだったんじゃないかと思うんです。それは大元が階段だとして、それは学校の階段ではなくて、いわゆる階段ですよね。その まあ、例えばそれは鶴谷南北の東海で打つ階段も含めた会談ですけどもこ、うん、の中にあった主人公が性とかその学びっていうものとはちょっと根本的に違うすごくこう、あのーまあ、それこそアーバンなものだったんじゃないかと思うんですよ。つながってった J ・ホラーっていうものの,その主人公を取り巻く物語。で今日はその話になりませんでしたけども。うん あのホラーアメリカのホラーとかアメリカの都市伝説っていうのはものすごくその性行為に対しての継承っていうものがいっぱいあるわけですよね。その不要意な性行為に対するリスクっていうものへの継承であって。でしょうん。あるいはそれによって傷ついてしまうメンタルっていうものへも,もうそこも含まれるっていうのに対して J ・ホラーの歴史っていうのはそ,のそっちが全くないん、ね。うん、どちらかというととてもそのインナーな。その あのー、自分という感情と向き合うっていうようなものが呼び込まれやすいわけですね。うん、こ,こがやっぱりなんかこう、あのー、単純に幽霊の見え方がその効率もいい上に効果的だっていうその特殊メイクから CG を経由した後の,その一つの流れとして、まあ、日本はそこを経由できなかったんですけどね予算がなかったから。うん 予算のないチームがあの見え方をまあ作るわけですね。僕の先輩に当たる方々がね。それがまあアメリカとかにも飛び火する。でそれはお金があるにもかかわらず、その見せ方、幽霊の見せ方というのは効果的だということがつ、ま、な、あ、がっていったっていうのは面白いんだけれども。やっぱりそのお金があろうがなかろうが、そこで見えているものっていうのの説得力みたいなものっていうのは、うん 何でしょう、こう、すごくこう、想像しやすいものでもあったし、恐怖っていうもの、感じやすいものではあったんですね、一時期は。そのも,もはやああの、方法論化してしまったんで。そういうものが、あのなんだろうな、その国とか価値観を超えて、恐怖っていうものに結びつきやすいというふうな時代があったから、共通しているものがあるんで、その、 国とか価値観を超えて同じようなテーマをまた打ち出すこともできたっていうのが、ジェイ・ホラーの一つね、一つ獲得したものなんじゃないかと、現代的だったんではないかっていう気があ。あなるほど、現代的か。やっぱり、モンスターではないのであると。そ,そう、そうですよね。<laughs> そうなんですよね。モンスターじゃないんですよ。そ,ね、そこがいいんですよ、ね。人の延長線上にある。だからそれは、うん ね、いわゆるその欧米のホラーの一つの視覚的イメージであるその地中の,あの埋葬されたその土葬の中からねあの墓から手が出るっていうイメージはい、はい、昔の資料の腹痕のポスターやあのオリジナルのキャリーのラストとかにつながってくるようなイメージっていうのはまあ先週今週かくしくもその。 あの世界最高のシャーマンの死体っていうのが実はその生き返らないための封じ込めっていうものでこうやってちょう度品が置かれてたんじゃないかみたいな発表がニュースで流れたっていうこのものをびっくりするようなタイミングだったっていうのもありますけどうん、うん、そこに対して抱いていたその死者が戻ってくる、はい、でこれは死者っていうのはそこはもう個人ではなくてその個人個性ではなくて死体ですよね。その 肉体戻ってくる、うん、幽霊でもないしまあフロイトの言うとこの魔人ですよ、ね、魔人,魔人か、うん、死んだ瞬間に魔人になってしまうという考え方がもうちょっと違う可能性を信じるとか想像するきっかけになったんだと思うんですよそのジェイ・ホラー的なその<ー>死者の見せ方っていうものがアメリカとかいろんな国でも模倣が生まれたっていうことは 大きな大きものすごく大きなねあの可能性だったんだと思うんですね。うん確かにそっかそっか。実を言うとね。それまでのそれまでのその魔人が来るっていうものにとの、うん、なんか融合というか意味,う意味をつけてっていうか。そう思いうます。よねだから違う 相手の言い分であったり違う価値観の言い分であったりっていうものに対する想像っていうものをする恐怖っていう感じはやっぱりそのすごく集中力を高めますからだからその恐怖というモチーフの中で新しい価値観新しい想像のきっかけっていうのを提示するっていうのはある意味合理的だと思うんですけれどもうん、うん、そういう意図でやったわけじゃなくても結果的にはそういうヒントにはなっていたんではないかという。 気はしますよねどこか別の惑星からやってきたエイリアンなわけでも、うん、誰かが何だろうなそのバイオテクノロジーで作った怪物とかそういうのでもなく、うんうんね、旅先でたまたま襲ってくる地元の殺人鬼でもなくよく知っている人とかあ,のあるいは知らないけれども我々と同じ地平を生きてきた人が死んだと、うん、でその死んだ後で 例としてて戻ってくるでこの感覚ですよねまあそれは昔からあるじゃんって話なんですけども、うん、そこに死ぬと邪悪なものが付加されてその人ではなくなるんだっていうのが魔人っていう考え方だと思うんですけども蘇る死体っていうモチーフだと思うんですけども、はい、別に死体が蘇ってるわけではないのよっていうそ <laughs> うん「<laughs> 死んだ人の最後の思いみたいなものが引きずられてるのよ」 っていうスタイルの、ねうん、それは心霊っていうものの面白いところだと思うわけですよ。うんうんね、死んだから魔人になりましたって言われたらもうそれはあのもう別のものになったって話になるんだけど我々と同じ心を持っている。でもっと言うと心との具現化として向き合わなきゃいけないっていうのはいろいろ混沌としていく中での まあ、インターネットの普及と時期が合ってるというのもありますけどもうちに溜め込んできた恐怖っていうものをどう外へ出すかっていうのが、うん、その全ては行動っていうものが伴わなきゃいけないだから問題を解決するには行動が必要だっていうその典型的なアメリカの都市伝説やホラーがたどってきた解決に向けていく、うん、でその解決っていうのは排除だったり破壊だったりするんだけど J. ホラーのベースにあるのは共生であったり、共生というのは共に生きる。共に生きるん。うん、あるいは思いをはせるであったり、な、うんい何だろう、祈るはアメリカにもありますけど、でもその、もうちょっとね、何て言うんですかね、それは神に祈るっていうふうになるわけですけども、供養であったりとか、まあ、そういったような感覚が恐怖っていうものをモチーフにした物語の中にシュッと入れられる、エンターテイメントの中に入れられるっていうのは、 あの言われてみりゃ、ね、言葉にすると何でもないことなんですけどもこれは実は大きかったと思うんですよね。だからあのそういったようなことの大元っていうのの中にやっぱりそういう民話的な感覚であったりそれの現代版としての都市伝説であったりっていうようなものをって比較していくことで見える気づくっていうのはものはあまりにも多いというかですね。うん,うん、うん 重要なんだなっていうことをね、今回やっぱり気づくわけです。うん、めちゃくちゃ面白かったですね。かったですやっぱりその物語るっていうその、はい。行為ですね。その物語られてるものをに触れるっていうことも面白いし大事なんだけども、物語るっていうことの価値っていうか、そ,それは一体どういったような意味を持つのか、どういう可能性があるのかっていうことの、うん、あの、 僕なりの考えっていうものを、まあ、一つのこうコンテンツ化したものを今回は資料としてまあ見ていただいたのね事前にね。それもまさに階段というものが、まあ、縦軸になってるものですけども、はい、でも実はあれは物語るっていうことについてのことですね身近な人にあのを傷つけないためにそ,のでそこで一番語らなきゃいけない相手っていうのを に語らない凍結してしまうっていうそのあふうん、うん、れ出してしまってでフィジカルがしんどくなってしまってでもその彼がそのあっという間に具合が良くなる瞬間なんていうのもあったりしてでも根底の問題は解決してないんで限界が来たっていう時にやっぱそれは物語ってないからであるとそのうんその なななんでしょう、ねうん相対化ででですよねね相相対対化化きていかからそうだから発散するっていうのが相対化みたいなことですもんね。全くその通りだと思います。うん、それはあれの皮肉なところはその彼を愛している存在が彼を一番苦しめてるわけでそうなんですよね。でも苦しめるつもりはないわけで <laughs> ないですよねその人はその人でまた自分を追い込んで苦しんでるわけですよね彼のためにと思ってて、まあ、そこがすれ違ってしまっているっていう。 まあ最後はそこ,をそ,そこをクリアするとこまで当然描くわけですけども、うん、やっぱりそういうその全然違うその映像的切り口で映像的世界観ですけども今日ちょっと途中でご紹介させていただいたねウエス・クレイヴンっていう人の,そのエルマガインっていうシリーズの7本目なんかとはちょっとシンクロする部分もあるわけですよねそそそっっかかうですね恐怖っていうものを あの溜め込んでしまうことの,あのリスク、うん、そのシェアしないことのある不健全さみたいなものが呼び込む、複、ま、地、あ、的な問題みたいな。そういうところにはちょっと通じるものがあるのかなとは思いますけどね。うん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 。いや、物語って大事なんだなって本当思いましたね。そう思いますね。うん、まあ、だからそこにはもちろん今回は、その、 えー、いろんなタイプの,その、はい、物語、民話、神話、都市伝説、でジャンル映画ということでね、うんあの、ちょっと盛りだくさんの4回ではありましたけども、でもやっぱりその物語られて残っているから、我々が今回、資料にできたり、はい、できたりするっていうで、そこにはやっぱり誰かが誰かに伝えようとして残っている、そこにある意図が絶対にある。もしくはあのー 評価、もしくは賛同もしくは何でしょう、うん、無視できないっていうような価値ですよね価値のようなものがあるでどうしてもそこからのふるいにか,からこぼれ落ちたものが絶対あるはずでその <laughs> その中にあのー、なんていうんですかねその多数派に属さない価値っていうのはきっとあるとは思うんですけどもまあこれまたもうちょっと掘っていけるものなのかなという気もしますし。うん <laughs> もちろんそれはだから見つかってないものを見つけるのは不可能ですね。見つかってないわけですからね。はいはい。語り継がれなかったものですもんね、うん。語り継がれなかった。多数決に敗北したということなんですけど。でもじゃあその中に残って生き残ってきたものの中にあのそういう眼差しが本当に皆無なのかっうとそんなことはないはずなんですね。痕跡のようなものが残ってるはずで。それがまさにあの2回目の。あの こんなにソフィスティケイトしたダメでしょって言ってた。はい。の、ある乱れのようなものは間違いなく一つの悲鳴のような形で残ってる。残ってる。うん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 。<laughs> そうそうそう。だからまあそういったようなことをもうちょっと掘っていけたら面白いと思いますし、あのー、うんうん、今回は4回の夏休みのね、ミニ講座そうそう、カキみたいな感じでしたからね。ね、ありがたいことに、来年もやってくださいっていうね。はい。 リクエストも随分出ましたので、ね。出ましたし、僕もやりたいですしね。ねああ、そう言っていただけると非常にありがたいですね。うん、あの、吉野さんがすごく乗ってくださったっていうのが今回。もう、すごかったです。ああ、良かった。やっぱりそのプロット講座、漫画家のためのプロット講座をやり始めたりとかもしていましたし、その、で、またその,の、なんですかね、変装としてのその、変装曲みたいな感じで、エンタメ講座エン、エンタメ映画分析講座っていう、また、はい、エンタメに振ったものもやっていただいたし、 いろいろやってる中でなんかこうまたちょっと何ですかねまあ経路の違うというか切り口の違うもので物語るっていうことを考えていった中でなんかやっぱりこれまでやってきたことがよりこう,うんとですかね解像度が上がるというかあの写真であの,こうあのこう曲線をキュッと上げた時にこう何ですかね 画像がシャープになったというよりも陰影がきっちりついていく感じっていうんですかね,あ,、はい、ねあの感じ写真をいじってる現像してる時の感じに近いものを非常に感じたんですよね,ね,ね、うん、だから何か全体を照らすものになった感じがしたんですその,この今回のジャンル映画「ミー島シマ・都市伝説」っていうのはやっぱりものやっぱりそのエンタメとか プロット講座ででやっってきたここととのの、うん、本当のもっとこうなんですかね昔からつながってるより、えー、身近なものがすごくこうベースに感じたんですね、すごく。だからなんか、これはもっと三宅さんに話を聞かなきゃいかんぞっていうのが <laughs> 感覚としてちょっとありましたね <laughs> いや。ここまで結構ストレートな表現でね吉野さんがおっしゃるのは珍しいというか、うん、のなので。 実際そうなんだろうなとかねよっぽどそういう風に感じてくださってるんだなっていうのは今回はあると思ってたんですけどもうん、うん、まあでも今回の Q&A のその内容の質感っていうのがちょっと今までとまたちょっと違う、はい、その、うん、ずっと継続して受けてくださってる方たちもねたくさんご質問くださったんですけどもやっぱりちょっと角度がやっぱりね今回違う感じも。うん あったりなんかして、まあ、その辺もね吉野さんが感じてくださっていることに近いことをもしかしたらそうですね近いことを皆さん書いてくださる方もいましたねこれまでのそのプロットコーダーとか企画分析術とかでやってきたことがなんかここでようやく私にとってこう身になってきたっていう方もいらっしゃったと思いますしその辺が僕もねあのまあなんか面白がっていただける話がいればだというのはありましたけども、ね。<笑><笑>うん やっぱりホラーの話を聞けるっていうのがまたすごくこう僕は個人的に三宅さんからホラーの話を聞くっていうのが面白いので非常に。良よかったです、うん。それはどん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 深い話をどんどん掘っていってもらえたらいいなと感じしましたね。うん,うん。ああいやそう思っていただければね。あのまあそ,のそういうモチーフであるっていうこと自体がもう嫌だっていう方もおられるかもしれないうん、うん、と思いますけども。 あのまあでも僕はだからなんですかねその恐怖という感情が悪いものだとあまり思ってないのね今日はいそうですねいや一面から見るとそう見えるかもしれませんけどもそ,の、うん、それも我々がねこ根性で生きてる時にしか感じることができないその一つの感情の一つですからねそれは非常にあの意味があるものだと思いますし、うん、何かそう まあもちろんそこだけじゃないんですけど、ね、ないですからね。そ質問もんでもあるので、うん、どこか一つにはそういうようなね、切り口の部分があってもいいのかなという。でも、まあ、そこも掘っていけば面白くなりますしね、広がりがあるものなので。でもしね、来年またやらせていただけるんであればね、またもうちょっと、こういう。 角度もあったら面白いかもねみたいなやっぱ自分なりに思うところはありますしそういうね機会があれば来年もっていうのがあれ本当実現すればねはいいろいろ取り上げてみたいトピックはまあもちろんあるにはあるんですけどっていうはいはいでもまあその前にあの我々としてはあの10月から始まるそうなんですね漫画家のためのプロット講座もありますしね 第3期ですね。第3期、いよいよ始まります。3年目に突入ということで。で、まあ、ちょっと、第1期、2> はい、1> 第2期っていうものをやってきた中で、その,あの、少しまた角度をね、またもうちょっと探ってみてもいいのかなという部分もあり、うんえー、まあ、フルモデルチェンジというよりは、あのーまあ、ちょっとそこはどう,どういう風うなアプローチをしていくかというのは、ちょっと探りつつになると思うんですけども、まあ、ガイダンス。 がモそのガイダンスの時には、その今回こういうことですよっていうのをお伝えできると思いますので、第3期について。うんうん、えー、ガイダンスが、えっ、ー、と、9月14日。四日土曜日。土曜日の、えっ、ー、と、夜7時からですね。はい。あの、普段はいつもの講座の時間にやるわけですけども、2時からやるんですけど、まあちょっといろいろありまして、って9月14日のガイダンス、生配信ガイダンス、YouTube のやつは、 7時からということ、はい、19時ということですね。19時ですね。もしご興味おありの方は、ぜ、え、ひ、ー、生でご参加いただければ、そのチャットもまたありますのでね。そうですね。その場でなんかご質問いただいても、お答えできる範囲でね、お答えできれば。うん。うん、あります。そんな感じですかね。そんな感じですね。まだまだ、まあ、終わったばっかりです <laughs> 一つ終わったばっかりですけど、まだまだ続くという。まだ続くという、ね。まだ続きますよ。 なんか一生続くという話もありました、ね。<laughs> 一生続く。一生続くという話もありました、ね。めちゃくちゃ楽しみな。よかったです。はい。またぜひご参加いただければ。そうですね。みんなと、ま、みんなとまた会いたいなっていう。そうですね、本当にね、あの、この講座はオンラインですけれど、チャットでね、みんなコ,コメントくれたりするので、なんかこう、顔が見えてる感じが非常にしてですね。確かに。 うん、多分参加している方も横のつながりっていうのを感じてらっしゃると思うので。横同士のやりとりもチャット上で起きてたりとかもしますからね。そねいい雰囲気だなと思いますそう。仲間がどんどん増えていくといいなと思っております。興味のある方は、ね、概要欄にいろいろ書いておきますので。はい、ぜひ。ぜひぜひ。<laughs> まずは9月14日の土曜日夜7時から。そうですね。はい。はい というガイダンスに来てください。はい。聞いらしてください。ちょっと滑舌がだんだんのあく僕が怪しくなってきちゃったんです。まあまあ、1時35分ですね。まあまあまあ。1時から打ち合わせしてましたから、我々。授業は2時からでしたけど、12時間半。12時間半ずっと一緒にいます。ずっと本当喋りっぱなし。でも疲れてないと言い張りますからね。 疲れを感じないモードにちゃんと<て>こうその話もねなんかこう面白いんですよねああ今日もちょっとそこに踏み込んだ部分もありましたねつまり、うん、コントロールと言いますかねそのはい自己コントロールっていうとまたねなんかちょっとこう見えないものになっちゃいますけどああねでもコントロールはするでしょってことでねそうそうそう<今>コントロールみんなしてるはずなんですよね だ結局やっぱりこの感覚っていうのは難しいんですよね。何か別のものと符合する言葉を選ぶと途端にあるうさんくささや安くさ <laughs>、あのー、かえってピンとこないみたいなね遠のくみたいなこと、はい、やっぱ言葉というものの限界を感じますね。どうしても言葉というのは基本的にこの次元の中で存在しているものを説明するためのものなんだなという。 何かこう、ちょっとでもそこから外れたものを表現しようとすると、急にこう、なんかこう、お話に聞こえてしまうという、文字通り今回の。はいはいはい。民話的、神話的。民神,神話的。で、その上でのその内面の、これ、だ難しいですね。宇宙なんて言った日にはもう大変なことになっちゃう。<laughs> そのむしろ宇宙なくなるっていうね。そ <laughs>、ね、そうそう,そう 不思議ですね、うん、宇宙って言ってた途んに宇宙感なくなりますもんね。なりますねあの。とても小さい感じがしちゃうっていうね。もしくはな,なんだそれっていうね。ちょっとあるうさんくささのようなものが呼び込まれてしまいますよね。でこれはまあ本当に難しいなっていっても思うところなんですよね。やっぱりその土台にあるのは何かすごく特別でタブー視されているというかその普段はあまり考えないはずのものだっていうのが、まあ、ますますそこに何かこう。 あのいらぬ特別感みたいなものを呼び込んでしまうのかもしれませんけどね。普通の表現の普通の、あのー、まあだから僕は長年言ってますけどもカウンセリングの敷居が高すぎるとそのメンタルの話を人に話す聞いてもらうっていうような時間が手もみみたいになれば一番いいとその肩こってんですっつって10分いくらみたいな感じで街中にね肩こりの僕は子供、うん なかったですねあれはもうああいうのだったら針に行くとかそうですね針ぐらいでしたね。とかいう話だったんだけどカジュアルになってたっていうねでそのあのカジュアルになってった感じっていうものの中に、うん、例えばそのメンタルのコントロールの問題だったりそういったようなものがもうちょっとのもうちょっとでね多分なじんでくる気がするんですよねだいぶ近づいてきてるとは思うんですよそのメンタルの話を。うん することがすごくこう別にそれは痛んなわけじゃない異業なわけじゃないっていうふうに、まあね、徐々になってはきているのはいいことだと思うんでそのそのそ,その先に延長線上に今言ってるその<あ>宇宙と言ってしまうと途端に小さくなるコントロールみたいなことが、まあ、ちょっと近づいてくるのかなという気もしていてこ <laughs>、うん、こにねなんかその恐怖を伴わないものとしてはい。 そういうものが身近になっていくと素敵だなとで、そういう時にやっぱりその誤解する。うちにやっぱ物語というものが多分、うん、あの横に並走してくれるものになるだろうなと。逆にそれがないとすごくポツンとしてしまうだろうな。という感覚がありますね。うん、だからうんで、うん、それは必ずしも別に映画とか。 テレビドラマとか漫画とかっていう既存のエンターテインメントの物語の形を取ってなくてもいい,、うん、い,いと思うんですよね、その人は。声を馳せやすいもののために、そのための、こう、なんですかあの、定規のような役割、うん、して、物語というものが存在していれば、多分よくて。で、それはなどういうフォーマットとか、どういうそのフィールドとかで、うん、媒体とか,そか,か、ね、そういうのは、むしろすごく可能性が開かれてる気がするんですよ。 そこはなんかそういうことも探っていけるものに、まあ、裏テーマサブテーマみたいな感じであると面白いなと思いますね。あのどうしてもその何か目指してるものがあるとか何かで成功、ね、しなければならないと思っているあるいはういってないみたいなふ、うんそなった時にどうしてもその頂きを目指すために、まあ、そもそも頂きを目指す必要があるのかって問題もありますけど目指すために。はいはい 明らかにこのルート行くと雪崩が起きるぞとこのルート行くと雨雲出てるぞって分かってるのに、うん、このルート行かなければならないのだそれがミッションなのだそれが正しいのだ、うん、唯一なのだっていうね <laughs> まあやって遭難するみたいなんで苦しいみたいなねであのちょっと一回ベース戻ってみましょうかその、うん、キャンプ戻ってちょっと別ルート探ってみましょうかと。 最終的にその頂きに行ければいいわけでね。そう少し立ち止まって雲が行くのを待ってみましょうか。はあそしたら晴れまで出てきましたないし。うん、出なきゃ出ないでちょっと蛇行してこっちから行ってみましょうかって。やってもいいはずなんですけどね。どうしてもこう、このある作戦っていうものを本当にしなければなんないのか。かそのためにこのルートをたどんなきゃいけない。先週のテーマですよね。だからその、うん、うん、シンデレラタンっていうものが持ってる、あの、郊材みたいなことも含めてですけど。 そんなことを感じたりするので、だから何かこう、あのー、漫画家のためのプロット講座と関してはいますけど、また来年、はい、もうちょっとね、その何んですかね、こう、こうでなければとかね、こうありたいっていうことによってこう自分を縛る、その努力は必要ですけれども、無理をしてもしょうがないというか、無理は無理なんてね。 一つ、なんかこう、物語っていうものが、もうちょっとね、こう、うん。なんていうんですかね、柔軟、柔軟っていうか。ええ、ええ、なんか <laughs>、うんええ、なんかもうちょっと柔らかいものですよね。あのー、はい,はい、はい。そして、身近になる、身近になったと感じていただけるような何か提示というかね。うん、うん、うん。あるいはそういうきっかけになる何か筋トレのようなものっていうのが。 やってみたいな面白そうだなと思っていただけるようなそういうなんかこう日常的に物語を感じ取っていくというか、うん、そういうような講座は、まあ、いろんな形で、まあ、我々ずっと言ってることなんでねこの,この番組だけじゃなくてそのいろんな場所で言ってることなんで。 うん、裏で言ってたりもしますから <laughs> こう大切にね確、あのー、確かに確かにに続けていければなというふうに思いますけど。うわそうだだから本当にそうですねそういうのもあるからなんですかねなんか物語るっていうものの,そのもっとカジュアルにもっと身近にっていうところ、うん、もっとポップにってなるとやっぱり民話都市とか都市伝説とか神話とかっていうのを今あるいはジャンル映画っていうものを。 を題材に今この講座を4回やってもらったっていうのはすごくこう道しるべとしてすごくタイ,タイムリーだったのかもしれないですね。ああいいですね。うん、なんかそんな気がしますね。その漫画家のためのプロトコーは第3期に向けてもそうですし。うん。うん、ちょっと長いスパンで見た時もってことですよね。うん、そうですそうですそうです。やるべくしてやってもらった感じがありますね。 なんかね大げさじゃない緩やかなターニングポイントの一つになってたろうそうそう、なんかそんな気がします、ね、ここで一回、こうちょっと肩の力が抜けるというか、もちろん、そのなんですかね物語るってものの大切さを軸にですけど、持ちながら、ちょっとこう広がる感じがしますね。だといいですね。はい、なんかそん、はい 気にしながら我々もね、今度次のガイダンスに向かって準備できればなという。そうですね、準備していかなきゃと思ってますしね。ということで、えーはい、皆さん引き続きご参加いただけたらとぜひ <laughs> ぜひ。ぜひもちろん新しくご参加いただく方ね。<ひ><の>そうですね、新しくどん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 来てほしいし。あってたよっていう方もいらっしゃるかと思うんで、まずはガイダンスでね、気になることがあればとかね、何でも質問していただければああ。ぜひ質問して,していただければと。そうですね。 なんか噂に聞いたんだけど、ど,どんな感じなのっていうことでも全然いいですし。これまでの高生の方の声みたいなものも、吉野さんの方ってね、ご紹介したい。そうです、そうです。また、あのね、あのまとめて、あの皆さんにるような届くように、はい見、見えるようにしていきますので、はい、そういうのも見ていただけるようにしていきます。あの、えー、とスクリプトドクターの脚本教室の公式、えー、X か、X のアカウントがございますので、はい そちらをね、気になる方はチェックしてください。概要欄に書いておきますし。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。またもよろしくお願いします。お願いします。ということで。はい、ということで。2024年夏。夏。公衆的なミニ講座は。ミニ講座は、無事終了しました。終了しました。はい。1時44分ですね、今ね。いい時間です。いい時間です。 いいよ<ん>大人はもう寝なきゃいけない。<laughs> 子供も寝なきゃいけない。子供いいけな宮、うん、宅さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。ういこと引き続きよろしくお願いします。どうもありがとうございました。さあ、ではでは、どうも、たぶ失礼します。